コーラスグループの神回路はリズムに合わせて順番に演奏します。正確なタイミングで一番右の神回路をジャンプさせましょう。右から公演中バック、あ、右からっていうか右のやつのみか。公演中バックダンサーが現れるかもしれません。バックダンサーのリズムを真似することも真似、あ、忘れないでくださいね。バックダンサーのリズムを真似する、やってみんとマジわからんの。一番右のっていうことはこいつっていうことかな。あ、そいつね。そいつをどうすればいいんだろうね。今、あ、こういうこと？このタイミングに合わせりゃいいんだ。リズム天国、あ、待て。リズム天国やん。バックダンサーのリズムを真似する。え？こういうことか。うわあ、ちょっともう一回やりたいな。あ、これで OK？ 甘っ。ちょっと感覚をつかめたかも。甘いな。あ、梅桃さんこんばんは。だいぶ女神よ。よし、その感覚を忘れるなよ。まあ、あの他のカエルのタイミングに合わせて自分の番が来たらこの決まったボタンを押すっていうだけだね。だけだったね。皆さんありがとうございます。おかげでまた泉のように澄んだ歌声が出せる気がします。少々ミスってもクリア扱いだったね。元気を取り戻せたみたいでよかった。さあ、私たちもそろそろ次の場所を手伝いに行こう。だな、お前たちの公演楽しみにしてるぞ。残るはあと1箇所だね。あと1個出発しよう。これが3個あるうちの今2個、1個目どこで終わったのか分からんけど、前回の生放送の時に終わってたみたいだね。無意識のうちに終わらせてたな。ここだからちょっと高いよな。こっちから行った方がいいかな。ジャンプ飛んでいけるかな。飛んでいけるっていうか、あ、宝箱出てたわ。まだ夕飯食べてますが、食べながら見てます。はい、あ、下だった。ここから飛んでいけるわ。このまま行っちゃおう。おいおい、シトラス、冗談はよしておくれ。酒場の再開が迫っているというに。本当なんです、長老。昨日興奮しすぎて寝違えちゃって。長老、手伝いに来たぞ。ほう、良いところに来てくださった。紹介いたします。こちらはインク酒場のバーテンダーで、シトラスというものです。シトラスは麻酔にうまい果物をいろいろ混ぜて美酒を作り出す。インク酒場には欠かせぬ存在なのです。長老、そんなに持ち上げないでください。いったく、首が。寝違えることあるんだ。大丈夫？はあ、すみません、肝心な時に首が動かなくなってしまって。お手数ですが、私の尻尾を引っ張って首が動くようにしてもらえませんか？自分では手が届きませんし、長老では力が足りなくて。尻尾と首って関係あるのか？もちろん、空の雨と虹のような関係ですよ。とにかく果物をもいで樽に入れる一連の作業を手伝ってほしいんです。ちょっと何言ってんのかわからんな、こいつ。ああ、はい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 。あ、これなんか他の別件でやったね。これでちょっと引っ張って首の長さが調整できるよね。これ、あ、こういうことね。で、オンと。こういうことね。
一個ずつやればいいと。なんかちょっと違うんですよね。文句言うな。助けてもらってて文句言うな。むずっ。オッケー。ありがとうございます。首がかなり楽になりました。果物関係な。本当に関係あるんだな。おお、ありがたい。これで一安心ですな。イン草川は今まで通り美味しい飲み物を提供できるはずです。これで一丁上がりだな。オッケー。フィッシュさん懐かしいな。これでここに行けと。こっかな、行こうかな。そこにね。拾えるものは拾っておこう。ではこいつで、あ、もう近いか。手伝いはほぼ終わったみたいだな。あとはインク酒場を開けるだけだろ。でも魔法の使い方とインク酒場が閉店した理由はわからないままだね。なんなら太っちょネズミの言ってた方法を試してみるのはどうだ。あの子のおじいさんが小屋の外から見たっていうあれ。創世の女神はどうやってみんなに命を吹き込んだのかな。とりあえず真似してやってみたらどうだ。森の妖精って呼ばれてるわけだし、もしかしたらもともと魔法が使えるのかもしれないだろう。つまりこの森の舞台が私という踊り子に合わせた動きをしてくれるってこと。そんなのおとぎ話だけでしょ。そうか。オイラも周りに影響されてるのかな。動く折り紙の動物とか魔法のポーションとか、ここじゃ何でもありな気がしちゃってさ。でも確かにやってみないとわからないよね。じゃあ太っちょネズミ、こうやって折るんだったよね。多分これで合ってるはず。うわー、器用だな。前に舞台の小道具さんがこういうのを作ってたんだ。面白いと思って休憩時間に習ったの。眠気覚ましにちょうどいいんだよ。どうだ、その魔法の力とか感じたか。全然。なんでだ、何か足りないのか。話しかける。でも森の創生の女神はこういう時なんて言ってたんだろう。そうそう、森の妖精としてのニーローが新しい住民に何を伝えたいか考えてみたらどうだ。あなたに森の祝福を。あなたが森の一員になれますように。パチサラと名乗り、どうかあの花のようにこの世界で美しく咲き誇って。パティサラという名前になった。私パティサラ。私のナッツよ、そしてピーナッツの殻よ、このアーモンド。この年になってかような神業を目にするとは思いもしませなんだ。伝説の創世の女神の魔法と全く同じですな。ピーナッツの殻、アーモンド。はじめまして、パチサラ。私はニーロ、この森の妖精なんだ。今日からあなたは
森の一員になるんだよ。はじめまして、妖精のニーロお姉ちゃん。どうかあなたがここで楽しく成長できますように。成長この森の新しい仲間はひとまず私にお預けくだされ。いやー懐かしい、森で歓迎会を開くのは久方ぶりです。ほーらパチサラ、アーモンドおじいちゃんのところにおいで。アーモンドおじいちゃん、嫌な結末にならんでほしいな。大丈夫かな。ニーローが魔法をマスターしたんならインク酒場を開けるんじゃないか。あのアーモンド長老、何人か酒場の地下に呼んでもらえないかな。もちろん構いませんが、理由を伺ってもよろしいですかな。さっき魔法を使った瞬間、あそこに違和感を覚えて、きっとそれがインク酒場閉鎖の真の原因なんじゃないかな。なるほど、お安い御用です。パチサラもアーモンドおじいちゃんの言うことをよく聞いて、勝手に走り回ったりしちゃダメだよ。パチサラ言うこと聞く、走る。分かってないな。こら、お前という子は待ちなさい。さすがニーローが作った子って言うべきか。やけに元気だな。なあ、さっきは一体どうやったんだ。あの子の幸せを祈る気持ちを言葉にしただけだよ。本に書いてあった通り、言葉そのものが魔法なのかもね。すごく童話っぽい解釈だな。だからこの森は祝福の森って言うんじゃないかな。ひひ、そういう魔法がニーローにはぴったりだと思ってたんだよな。うん、祝福を授けるとき、この森の中を流れる魔法を感じられたんだ。草花や木に宿る魔法や、みんなの体の中を巡る魔法。でもインク酒場の地下にはガランとした空間があって、何も感じられなかったの。妖精殿、ただいま戻りました。早いな。インク酒場の地下にはこの私でさえ初めて見るものがありましたぞ。透明で叩くとゴンゴンと音が鳴る透明なもの。は、わかった。え、なんで今のでわかるんだ。パイモンも童話っぽい解釈をしてみたら。そう、正しくは空のインク瓶かな。パイモン、麻酔の味を覚えてる？ああ、そういうことか。旅人、パイモン、私と一緒に材料を取りに行ってもらってもいいかな。そういえば、小屋の本に麻酔の材料が書いてあったんだ。もちろんだぞ。何が欲しいんだ？永遠に沈まぬ夕日、陸を泳ぐ金魚、それから夜にしか咲かない月。変なものばっかだな。夕暮れの実、金魚草、サウマラタハス。パッと出てくるのすごいな。おお、めちゃくちゃ早いな。どうやって謎謎じゃないだろ。手持ちのでいいのかな。材料集める。あ、この場で取らんといけんのか。手元にありますけどね。あ、このその専用の名前のあれが必要なのか。いっぱいあるな。ブルってんなこいつ。月が盗まれた。サウマラタハスか。あ、でもニーローさんが。ニーローさん使えるのにそのまま倒しちゃった。いや、まあこのコスチュームが欲しくなるのはわかるな。オッケー。祝福の小屋に戻ろう。祝福の小屋、欲しくなるのは分かるけど、でも課金
するまで際どいラインだな。ちょっと待ってて、部屋からインク瓶を持ってくる。原材料は美味しいものだらけなのに、なんで最終的にはインク味になるんだろうな。今回はオイラも遠慮しておくぞ。お待たせ。確か本にはこう書いてあったはず。こうして次はそれでできた。できたんだ。長老に渡す。長老さん、はいはい。おお、長老に色が。この匂いはまさに我々が求めていた麻酔ですな。じゃあ長老、これを地下の透明な瓶のそばに置いてきてくれる？あとは私に任せて。はい、森の妖精殿の仰せの通りに。いざとなるとやっぱり緊張するな。舞台の真ん中に立ってみんなの注目を浴びてる気分。うん、ありがとう。あなたたちがいてくれてよかった。私にも女神の祝福があったのかも。行こう。森のみんなを待たせちゃ悪いもんね。そっちか。ここにも色がつくんかな。色がついてない間にちょっとちょろっと見とこう。多分これで色がつきそうだよな。この境目はもううまいことグラデーションになってるな。樽とかの色もなくなってる。今から色がつくっぽいよね。森よ、私の言葉に耳を傾け。私の祝福を受けたまえ。魔法の天城泉が永遠に枯れることなく、この地に生きる魂たちが幸福でありますように。可愛らしいですコスチューム。そういう感じなんだ。閉じられた本みたいになってたんだ。みんなに色が。なんか子供におすすめできるようなゲームになってきたな、原神も。ニーローさん、すごい。折り紙の変える色がついて可愛らしい。あ、そういうことね。インクのね、あれで。しましたぞ。私がオルビット城の頂上で予言の女神に神託を求めたのです。この世界を救う勇者が予言の崖に降臨するとき、勇者とその仲間がこの世界に再び平和をもたらす。今まで予言の前半を忘れてたのか。それゆえ
私はあそこで待っていたのですな。これは良い。杏仁の脳もまだまだ捨てたものではありませんぞ。予言の崖って大きな壁画があるとこか。オイラたち確かにあそこで目覚めたぞ。でも何も覚えてないし、服装も変わってないけど、本当に勇者なのか。間違いありません。あなた方は妖精殿と共に祝福の森に新たな活力を与えてくださった。間違いなくこの森にとっての勇者です。そうか。お前たちがそう言うならそうなんだろうな。どうせオイラたちも帰る方法を探すためには先に進まないとだし。うん、オイラたちの楽しみは人助けだからな。やはり予言の女神のご神託に間違いはありませんな。私も一緒に行くよ。魔法が使える森の妖精がいれば旅もかなり楽になるでしょ。勇者と魔法の妖精、巨竜に冒険。本当に童話の出だしみたいだな。毎年この期間限定マップ、ちょっと童話っぽい感じにするんだな。皆さんの次の目的地は対岸のオルビット城のようですな。あそこはシムランカで最も栄えている場所ですぞ。あのあれか、あのモンサンミシェルみたいになってたとこか。お城のてっぺんにある星の庭に行けば、予言の女神があなた方の探している答えを授けてくださるやもしれません。ニーローさん、行っちゃうの？うん、他にも助けが必要な人がいるからね。でも相当奥には行かないし、時間ができたらまたパチサラちゃんにも会いに来るよ。だからいい子にしてるんだよ。おじいちゃんのお手伝いをしてね。うん、サーゼル帰ってくるの待ってる。聞き分けの良い子だ。おっと、忘れるところでした。オルビット城に向かわれるのなら海上列車に乗らねばなりませんぞ。明朝、私が先に駅に向かって怠け者の乗務員を起こしておきましょう。今日はもうゆっくりと祝福の森の景色を楽しんでくだされ。そうだな、ずっと忙しかったから確かに疲れたぜ。インク酒場でゆっくりしたいなって思ってたところだ。おや、注文が入ったようですね。うん、バブルオレンジ味の麻酔を頼むぜ。麻酔抜きで。あ、1ページ目終わった。多分初日がっつりやってもここまでだったんだろうね。またちょっとずつお腹運んでる。バブルオレンジを運んでる、渡してる、を仕事しとる。あ、ここは出て蛇口はひねれないのか。どうしよっかな。まあ、わざわざここで区切らなくてもいいか。このまま行っちゃいましょうかね。で、なんか、わかりづらそうなところがあったら、区切る感じにしようか。じゃあ、一応ここだけ見とこう。星空をかけた者たち、翌日の午前中まで待つ。それは予言の崖に降臨した。そして後世にこのような領事史、叙事史が残された。勇者は軽快に崖を飛び越え、巧みに難関を突破した。その腕で雨を呼び、憂いの雲を散らせば木が生えて花を咲かせた。書籍の横の注釈、多い森の中の酒場がどれだけ賑やかな場所なのか印忘れてるぞ。注釈でそれ書く。注釈の下の注釈、ところであそこの酒は美味しいと思うか、私は変な味がすると思うんだが。他に書け。注釈の下の注釈の下の注釈、それは誰かが君のグラスに後ろの文字は消されている。
なんでそれを残したんだろう。8時から12時。8時から。駅に向かえと。駅ワープポイント先に開けてんだよね。ここ飛んじゃうか。ここのワープポイント最初地図に表示されてなかったよね。1日目の時電車に乗った感じも表現してくれたらいいな。起きろセドゥ、列車を出迎える時間だぞ。困った怠け者だな。いや、出迎えってどうやるんでしたっけ。もうちょっと寝たら思い出すかも。下手な芝居はよせ。退職症などとっくに治っておるくせに。昨日酒場で一番飲んでおったのは誰だ。あの麻酔は海にでも流れたか。いや、見間違いですって。昨日のは私じゃありませんよ。もうよい。退職しておったときは私が誰かもわからんようだったが、今ははっきり目覚めておるではないか。さあ起きろ。すぐにご一行がいらっしゃるぞ。起きます起きますってば。会場列車ももうすぐ着きますしね。ふん、それ以上怠けていると髪にカビが生えるぞ。よ、調子はどうだ。お、勇者殿と精霊殿、それに妖精殿まで。もうお越しだったのですね。これはまたお見苦しいところをお見せしてしまいましたな。いいってば。気持ちはよくわかるぜ。朝ぬくぬくした布団から出たくないって思うのはみんな同じだよな。会場列車はオルビット城から来るの。ええ、そして列車は乗務員がおらねば運行できません。祝福の森の住民には操作が少々複雑すぎますからな。城の住民も折り紙の動物なのかと思ってたぜ。もちろんそういうものもおります。城はよそから来た客人にも寛容ですからな。しかしあそこの住民は我々とは少し違います。おっと、列車が来ましたぞ。これでお分かりになるでしょう。あんな感じなんだ。おもちゃみたい。はじめまして、ホイールです。この会場列車の乗務員を務めております。列車をお呼びになりましたか。なんていうのかな、この質感。ブリキではない。なんか木材っぽくはあるよな。木なのかな。積み木か。ええ、勇者と祝福の森の妖精殿をオルビット城まで乗せていってくだされ。勇者と妖精殿、それはまさかあの予言に出てくる。それならそうと言ってくだされば。ああ、もっと豪華な車両で来ればよかった。今すぐ帰ってまいります。ちょっと足元見られとんな。気にしないでホイールさん。それより早くオルビット城に行きたいんだ。観光はまたの機会にして、これからの海の旅をあなたに任せたいな。はい、もちろん光栄です。では皆さん、お好きな席へどうぞ。どの席でもシムランカで最も美しい景色がご覧になれますよ。喋ったか。私も喋ってない。朝ごはん寝ないで。あれか、あの稲妻のあのキャラか。列車の中から聞こえてくるみたいだね。猫またの
お魚、鳥もも、すごめんだ。キララか。あれ、キララじゃないか。自分の尻尾食べてる。友達？ああ、ニーロに紹介してやらないとな。こいつは、じゃなくて、それはこいつを起こしてからにしようぜ。うるさいなあ。あれ、もう朝？このコスチューム配布なんだよな。おはよう。あれ、姫たち、旅人とパイモン。はあ、よかった、本当によかった。昨日の出来事は夢だったのか。すっごいリアルな夢だったな。積み木の小人が喋ったりして。お客様、車内での寝泊まりはお控えいただけると。にゃ、夢じゃなかったにゃ。キララ、落ち着けって。オイラたちも昨日このシムランカって世界に来たんだ。シムランカ、そんな名前だったんだ。昨日は積み木の小人がオルビット城って呼んでるとこの周りをひたすらうろついて帰る方法を探してたんだ。稲妻の大きな妖怪を怒らせてお腹の中に飲み込まれちゃったのかと思っちゃった。キララさんは稲妻の人？半分正解だな。そんじゃ改めて紹介するぞ。こいつはキララ、稲妻のコマニアって配達会社で配達員をしてる猫又だ。半分正解なの？あ、人間じゃないからってこと？猫又だからってこと？はじめまして、ニーローだよ。スメールのグランドバザールにあるズバイルシアターっていう劇団のメンバーで、今は祝福の森で妖精をやってるの。でも気がついたらこの世界に来ちゃってたパターンないもんよね、多分。ニーローさん、うわぁ、スメールに配達に行くときに噂はかねがね。ステージも見に行ったけど、ダンスが最高だったよ。あ、でも森の妖精って？シムランカの世界ではそういう身分ってだけだよ。それはそうと、その服、私も昨日から変だと思ってたんだ。目が覚めたらこの服を着てて。こんな喋り方だったっけ。じゃあお前の身分は？フォンテーヌっぽい感じの服よな。それってマジックアシスタントのリネットさんみたいだね。ここに来る前、得体の知れない声に話しかけられた覚えはないかな。声、確かに聞いた気がする。でもその時は焦って尻尾まで結んじゃって、話の内容はほとんど忘れちゃった。あのお話中のところすみません。その猫又のお友達さん、太っちょネズミを食べたりしませんよね？カエルを捕まえたりとかも？そんな心配してたの？私がそんなことするように見える？外で食べ物に困った時に何匹か食べるくらいだよ。あ、そういえばお腹が空いてきたな。お前たち、勇者殿のご友人をそんな目で見てよいとでも思っておるのか？猫に怯えるのは我々の本能だが、この長靴を履いた猫又城は我々を傷つけたりはなさらぬ。そんなこと言う割に一番腰が引けてますよね。やだな、本当に心配しなくて大丈夫なのに。昨日城で折り紙の小動物に会った時も壊しちゃうのが怖くて爪も出さなかったんだよ。それに君たち美味しそうじゃないし、ダンボールより噛みにくそう。ああ、いやいや、美味しそうだとしても食べたりしないから。いや、これは失礼。
我々もつい体が反応してしまいましてな。お客様、そろそろ出発時間が迫っておりまして。おしゃべりに夢中になってたらもうそんな時間か。それじゃあ急いで乗ろうぜ。キララも一緒に来るか。うん、次の駅まで乗ってくよ。城の周りで気になる場所があったんだ。今日じっくり探索してみようかと思って。では最後に、祝福の森の住民を代表して皆さんのご協力に改めて感謝申し上げますぞ。勇者殿、妖精殿、それに長靴を履いた猫又城、運命の女神があなた方のそばで旅路をお守りくださいますように。すべてが解決した暁にはまた祝福の森にお戻りくだされ。うん、約束するぜ。アーモンド長老もお元気で。始まった。とりあえずそこに乗ればいいのかな。つなぐ。いってらっしゃい、またの、また会いに来て、いってらっしゃい。こっちに乗れるんかな。おう、一応ここにも座れるんだ。で、これをつなげばいいと。こっちから行かねえけんか。ちゃんとなんか木の質感が表現されてるね。乗務員と会話。触れてみる。道中を気をつけて。おう、本当に海の上を走るんだな。あぶね。景色も最高だ。落ちたらどうなるの。列車の運行中は車外に手をお出しにならないようご注意ください。海に落ちてしまいますよ。すれ違ってる。会食の問題が解決して森に賑わいが戻ったんだね。私も今度遊びに行きたいな。すごく綺麗そうな場所だもんね。あの子たちに怖がられなきゃいいけど。まもなく到着いたします。お忘れ物のないようご注意ください。近っ。到着しました。あそこがオルビット城です。まっすぐ進んでギアリフトにお乗りになればお城の広場に行けますよ。この度はご乗車ありがとうございました。おかげさまで快適な旅だったよ。ありがとう。うんうん、車内も広々としててぐっすり眠れたよ。また来るね。気に入ってもらってよかったです。ワープポイント。これからどうする。キララが気になってる場所ってこの近くか。うん、昨日ぐるっと一周してみたんだけど、この辺がどうも怪しいから調べてみようと思って。一緒に行こうか。うん、先にオルビット城に行ってて。あそこならきっとこの世界の手がかりがいろいろ見つかると思う。私はやっぱりここが気になるから。昨日は屋根を伝って見回ったんだ。気になる。知ってるでしょ。私、わからないことがあると爪に石が挟まったみたいに何をしてても気になってしょうがなくなっちゃうんだよね。安心して、君たちが大変な時はすぐ駆けつけるから。コマニア均等級配達員のスピードを甘く見ないでよね。わかったぞ。そこまで言うなら先に城を見てくるぜ。うん、
大丈夫大丈夫、私は妖怪なんだから。とりあえずワープポイント、これでマップがもう広がったという感じなのかな。受け取り可能、ちょっと広がったね。ここもここまでだったのか、だいぶ広がったか。あ、でもほぼ海だね。この側も広がっていくんかな。あ、じゃあまあでもここまでなんかな、どうなんかな。受け取り可能ってなんだ。こんなに疲れているんだから仕方ないか。あれ、お城での用事はもう済んだの？ちょっと気になって調べたい場所があるだけで、別に急いでるわけじゃないよ。君が準備できたらでいいからね。うん、安心して。ここを離れてどこか遠くに行ったりはしないから。世界任務を受注可能ってことか。まあとりあえず、まあ、この順番でいきましょうか。なんかこの上お披露目だ。薬も毒になりえない。断罪の名におい、属性を見下ろさん。なんか昔もっとなこれ系難易度高かったよな、まあ、だいぶ難易度下がった感じがする。あれ、ここなんかあれありそうなのに、上かな、あれか、これか。治療しないとな。ヒルチャーで一匹だっけ。ん、向こうに行かんといけんのか。こっちね。これ系か。あれ、攻撃できない。バグってる。やりながら進んでいくのかな。やりながら行くのか。動かすな。おお、宝箱。冒険生活も話しかけれるわけじゃないんだね。助けて、誰、助けて、助け、ああ、予言の女神を感謝します。そこの方々、助けていただけませんか。
一体何があったんだ？なんで宙に浮いてるんだ？浮いている方が落ちて木のブロックになるよりはマシですから。あれほど気をつけろと言ったのに。いや、今そんなことを言っている場合じゃありません。すみませんが、あそこのゼンマイを巻いてくださいませんか。後で詳しくご説明しますから。ゼンマイ、ゼンマイを増して爪キノコ人を助ける。ああ、ここでちょっとアーカイブ切り替えるか。